天気予報をお伝えします。京都は曇っていますが、この時間近畿で雨の降っているところはありません。明日のポイント、お天気ライオちゃんです。明日は晴れて昼間は暑い、半袖日和となりそうです。予想気温からご覧ください。まずは朝の最低気温、こちらはだいたい平年並みで18度くらいのところが多いでしょう。日中は今日より気温が上がりそうですね。 大阪、京都は29度、豊川は30度くらいまで上がるでしょう。湿気を若干感じるような蒸し暑さとなりそうですね。室内は風通しを良くして無理なくエアコンを使ってください。熱中症予防を心がけるようにお願いします。予想天気図です。 梅雨前線は日本のはるか南のところで停滞しています近畿は高気圧に覆われるでしょうただ本州の上空を寒気が通過中で大気の状態が東日本中心に不安定となりそうです天気の移り変わりですまずは朝オレンジですね各地で晴れの予想夕方も 晴れまあ、ほとんどのところは1日を通して晴れたり曇ったりでしょうただ東日本中心雷雲が発達しやすくなります近畿も東の方滋賀県で 急な雷雨に注意が必要。また湿った空気の影響を受ける徳島も山沿いでは空模様の変化にご注意ください。各地の天気と気温です。京阪神など市街地は大きな崩れなさそうですね。基本的には晴れたり曇ったり、なんなら今日よりも晴れて日差し強くなりそうです。紫外線対策も忘れずにお願いします。週間予報です。 明後日土曜日も晴れて気温が上がって暑くなるでしょう日曜日は前線の影響で雨足が強まって大雨に注意が必要です来週は今週より雲が広がりやすくはなるんですが中頃天気が持ち直しそうですね今日が平年の梅雨入り平年よりも遅れる見込みです来週しっかりと晴れる場合は来週末以降にずれ込むかもしれません最後に洗濯情報です 明日は晴れて各地で洗濯日和となるでしょうただし滋賀県と徳島県の皆さんは空模様の変化に気をつけてください以上の天気でした